毎週火曜日のこの時間はマーケッツのツボ。今回はですね、小売のトップアナリスト清水さんに小売株をですねマニアックに語っていただく1時間ということで、小売株を1時間語るというのはなかなか聞く人好きじゃないとかって地獄のような時間かもしれないです。私生活を含めてお話します。ありがとうございます。清水さんね、小売のトップアナリストで日経 CNBC でもねおなじみなんですけど、まず清水さんのね人となりをちょっと紹介させてもらいたいなと思うんですが、清水さん三重県伊勢市生まれだということですね。そうです。1985年に大学を卒業後は外資系証券とアナリストとして小売業界を担当し続けられたということでですね、外資系証券を何社所属されたんですか。5社か6社ぐらいだったと思いますけど、あまり覚えてません。なんでそんな転職するんですか。上司が嫌いだとか、さしたる理由はないんですけど、なんとなくもう嫌だみたいな。そうですね、とりあえず変わってみようかなと、そんなわけでもないですけども、大体誘われて、だんだんこういいところへ移ったっていうのが実際です。なるほど。モルガンスタンレー証券とかね、そういうところでアナリストとして小売業界を担当された清水さんに、小売株っていうのは一時期ね すごい去年なんか特に人気ありましたけどね、ちょっと今年やや元気ないかなみたいなところがあるんですけど、その小売業界についてと、あとは小売株だけじゃなくてね、清水さんのそのアナリストとしてのこの今までの生き様みたいなのを聞くと、なんかその個別株を考えるっていうね意味でのすごい大きなヒントを得られるんじゃないかというところもあって、僕も非常に楽しみにしております。ということでですね、清水さんにね大きく3つぐらい分けて聞いていきたいと思っています。清水さんに聞きたいことということでですね、清水さんはホームページでね、G マネジメント&リサーチという会社で今代表されているわけなんですけども、愛と志のある調査をモットーにしていて、座右の銘は気合と闘魂と、もうその文章を読むだけでね、なんかこの人面白そうやなというところがあるわけなんですが、そのホームページによりますと、社会人になってからね、上司の命令からかけ離れた独自の調査をひた走ると書かれてまして、それどういうことをされてたんですか。基本的に優秀な証券アナリストっていうのは、調査していいレポートを書いて、プレゼンに行って株を売りだとか買いだとかって言うんですね、はい、僕はレポート書くの嫌いで何ていうんですかね、独自にいろんな体験を含めた調査をして、体験を含めた調査、それをこう投資家に言うと、でもいいセンスはしてたと思います。なるほど。いいレポートはたくさんは書いてない、いくつか書いたと思いますけど、深くすごく深く、幅は狭くっていう感じでしたかね、証券会社に属した時は。今も本当なんか愛を感じるねトークを CNBC でゲストで来られる時もされてるなっていうイメージあるんですけど、その何事も愛が大事ってことですか。そうですね、特に今は証券会社をもうにいないわけで、そうするといろんな問題もないんで、そのバイアスがかからない。そうですね。で実際ですね、証券会社の時ってあんまり株価は見てなかったですね、企業調査的なことをやったんですね、それもちょっと普通のアナリストからしたら違ってたかもわからないです、でも今の方が株価はよくわかりますね。変にいろんなことを知らない。やっぱり証券会社にいるとですね、大体僕だけじゃなくてみんな少なくとも10社から20社ぐらいですね、調査対象企業っていうのがあって、それも深掘りするわけですね、とやはり世間の知ってないこといっぱい知ってるわけですよ。いいニュースが出てもこんな悪いこともあるって分かってるし、悪いニュースが出てもそんなでもない、でもやっぱり世間の知ってる度合いと自分の知ってる度合いが違うと、なかなか株価って難しいんですよね。今はもちろん自分がいいと思う企業に対しては経営陣と会ってるし、経営幹部もあるし、会うし、いろんなことを調べますけども、でも昔よりは度合いが低いだけに、初めのなんていうんですかね、勘から始まって、その転換点がどこかとかね、そういうのももっと見やすくなりましたね。なるほどね。ちょっと今これね、見てくださってる方からこう書いていただいたりすることも見れるんです、コメント見れるんですけど、以前に
日経 CNBC にご出演していた鎌田さんに似てるって言われませんかっていう質問がありまして、鎌田さん、鎌田さんの昼ゲストで一緒されてたと思うんですけど、あ、分かんないですね、分かんないです。いや僕ね、ものすごい似てると思って、あ、ほうすか、多分あの見てる人みんな思ってた、性格も、性格はなんか似てなかったかもしれないですけど、温厚で真面目な性格ですけど、見た目は本当にものすごく似てますね。あの昼の方ですと鈴木さんっていらっしゃいましたっけ、ちょっとだんだんあの僕も今人の中がちょっと外れてきましたね。口調が好きなんですけど、鈴木さん、はい、はい、鈴木さん見てますかということですね。鈴木さんという方ね、いるかな鈴木さん、いや、います、はい、まあ、ということでですね、何を聞こうなんです、まずここのコメントにもね、あったんですけど、気合と闘魂、闘魂って言ったらもう闘魂注入ってことですかね。いや、アントニオ猪木の大ファンで、はい、あの僕は高校の時は新日本プロレスが最盛期で、はい、あの1週間は金曜日の8時から始まると、テレビ朝日だったと思いますけども、うん、それを見て午後10時から必殺シリーズを見ると、それで1週間を始める必殺シリーズ、そうです、はい、もうだから今でもですね、あの今あの時代劇専門チャンネルで必殺シリーズをほぼ網羅してて、ただあのその高校時代は、うん、この必殺シリーズさえあれば24時間見続けられるというふうに思ってましたけど、うん、非常にこうなんていうストーリーが単純なんですね。ですから 3時間ぐらい見ると飽きます今そうです。つまりまあそのアントニオ猪木さんのファンということで闘魂、まあ、気合と闘魂という、座右の銘を持たれながら、まあ、こういう株をね分析されているということで、清水さん、まあ、外資系のアナリストっていうところもちょっと話戻しましてね、まあ、イメージとして、まあ、華やかな生活をされてるんだろうなとかね、想像する部分があるわけですよ。やっぱりちょっとこう清水さんのこのヘアスタイルなんかもね、なんか外資系のなんか雰囲気が感じられるんですけど、実際はどうだったんでしょうかね。いや、モテない人生を歩んでるんで。え、そうなんですか。そうです、いまだに独身で。独身っすか。クリーンレコードですから。いや、意味がわかんないクリーンレコード。いやいや、罰はないと。あ、罰ないです、はい、あ、それはそれは、じゃもしかしたら見てくださってる方の中でね、 あるかもしれないですね。まあ、でも友達いわくは超面食いだって言うんですよね。僕はでもそうは思わなくて、もう非常にこう好きなタイプが限定的だというところですかね、うん、なるほど、なるほど。独身貴族でうねと今コメントいただきましたね。清水さんが本当面白そうなのでパソコンつけて見てますとかね、清水さん本当面白い方なんでぜひ、ね、ずっと見てください。小売セクターをやられ続けて一筋でもう何年やられてるってことになるの。もう30年ぐらいですね。そういう人ってものすごい珍しいですよ。あ、そうですね。小売やられてたけど今あの、まあ、某外資系証券で銀行で結構トップアナリストになられてる方もいらっしゃってですね、ちょっと小売でずっとってことになってくると、もしかしたら日本の小売業界で本当に最も古く、まあそうですね、古い一人ですね。何人かいらっしゃると思いますけど、もともとはあの実家があの食品スーパーマーケットチェーンやってて。ご実家です。そうです、そうです、うん、それであの、まあ、10年ぐらい一生懸命勉強してから帰ろうかなと思ったんですね。ああ、その小売のアナリストの勉強 こっちでやられて。そうです、まあその実家を継ぐみたいな。そうです、そういったことを考えたんだけど、はいはいはい、うん、やっぱり面白くてそのまま居続けて。あ、そうなんです。そうです、独身で。そうです、モテない人生そんなことないですよということでですね、まあ、清水さんについてもっと聞きたいこともあるわけなんですけど、あと一点ちょっと皆さんにね、ぜひあの小売り のアナリストっていうだけじゃなくて、清水さん、僕はあの今回ねぜひお話聞きたいなと思った理由で、あのすごい経営者の方に清水さんなんか愛されてるというか、お知り合いの経営者の方が多いなと思って、その辺のそのなんていうかな、経営者と仲良くなってきた背景とかポイントみたいなところっていうのはどういうところにあったのかっていうのを教えてもらえますか。あ、それはですね、うん、あのまあ、おっしゃられたように、うん、今の例えば社長だとか会長、うん、CEO 的な方ですね、たくさん存じ上げてます。それはでも、まあ、社長知ってるというよりもよく知ってる方が社長になったっていうケースがほとんどですね、はい、30年こうやられた中で出会った人が社長になった人もいるという。そうです、あのそういう方が多いです。特に百貨店などかコンビニとかってもともとこう何ですか、必要ない取材をしてて、どちらかというと、必要ない取材というのは、まあ、そこまでやる必要があるかというぐらいの取材をやったわけですね、うん、でそうするとあの、まあ、そこで活躍されている方が社長になると、例えば一例挙げますね、三越伊勢丹の今大西さんという社長がいらっしゃいますけど、あの彼は、
2代目のメンズ館のトップだったんですね、うん、で僕ずっとメンズ館研究してたんで、はい、当時の社長の許しを得てですねずっと取材させていただいたんですよ。ですからもう本当によく存じ上げたんですね、うん、でその方がやはり10年を経て社長になられた、うん、そうすると社長を知ってるというよりもやっぱりよく知ってる方が社長になったと、うん、そういうことですよね。ですからその信頼関係もありますよね。でそれ難しいのは今若手のアナリストからね、はい、なんでやっぱり同じような質問を受けて、うん、なんでそんなにたくさん知ってるのかっていうんで、やっぱりそういう取材をしようと思ったら今の社長に認めてもらってその現場取材をさせてもらう必要がありますよね。現場の取材、そうです。僕だからさっき不必要な取材っていうのは、まあ、本当僕は必要だと思いますけど、うん、現場の取材をすると、みんなその IR の取材して、まあ、財務とかの取材して、うん、また社長に会って、うん、それでいいと思うかも分かんないけど、僕はやっぱりそうですね、現場に真実があると。ですから現場の人の言ってることが真実であって、社長よりもね、うん、IR よりももっと信頼しますよね。やっぱり社長に上がってくる話って綺麗になるんですよね。そうですね、社長に上がってくる話を普通のアナリストはまあそのなんですかね、ワンオンワンみたいな形の場をもらって社長に話を聞いて、まあ、結構完璧に作られたなんか資料を見ながらやる人がやっぱ多いですかね。僕は社長と会う時ね、うん、まあ、食事したりもするけど、うん、ほとんど仕事の話はしないですね。あ、取材で、まあ、取材一応取材の形でも会うけど、昔ねそのやっぱり伊勢丹で小柴さんという社長がおられてね、90年代に、はいはい、で初めてそのアナリストに会い出したっていう時代ですかね。90年代っていうと、うん、百貨店って会わなかったんで、うん、でそのアイランの方からね、どんなその質問があるか詳しく書いてくれって言うから、うん、A4 の用紙に雑談って書いてパックスをしました。本当です。俺ね、いやそんなことないでしょうって、いや本当だと、うん、もう小島さん中当時の社長すごく好きだったんで、いろいろお会いしてまあどんな女性が素敵かとか、うん、そういうお話を2時間ぐらいして、うん、最後に業績は大丈夫ですかと一言聞いて、大丈夫って聞いてそれで終わった記憶があります。それでも一応レポートは仕事的には書かないかんわけですよね。あ、まあ、レポートはだからあんまり書けないですよね。でもレポートはもちろんね、僕はまあ極論したらですよ、うん、その数字を詰め込んだレポートって僕が書かなくても他の証券会社いっぱい優秀なの言うからいいんですよ。うん、でもやっぱり自分しかできないことっていうのはあるんで、そこはやっぱり外せないと。もう出足からいけない愛と志をね、ちょっと本当感じるところありますけど、なんか質問の方が女性の好みどうですかとか、若い女性と熟女どっちが好きですか的な質問。若い女性に決まってるじゃないですか。そうですか。ということで、じゃあ次聞きたいこと、小売株のねことをね、マニアックに1時間聞くって話なんでですね、ちょっと本題的なところに行きましょうね、はい、最近の小売株を取り巻く環境の変化はということで、まあ、結構小売っていうのはいろんな形の小売がありますんで、ちょっと分けて聞きたいんですけど、チャート見ながらね見ていきましょう。まず最近流行りのマクドナルドというか、はい、まあ、ちょっと流行ったというか先週流行りましたけど、マクドナルドですね、任天堂のポケモン GO のその拠点、まあ、提携したんでですね、拠点になったということで、まあ、国内 全部2900店舗で拠点になったと。で、まあ、その提携ということでポケモン株の仲間入りをして、これ多分マクドナルドの上場来最大の出来高ができたんですけど ね、 ね、週末なんてね、まあ、こんな動きもありましたということなんですけど、このポケモン GO の拠点にマクドナルドがなったと。マクドナルドもちょっとなかなかその若干改善気味だったのかなぐらいの雰囲気でしたけど、これは清水さん的にはどう見ましたかね。まあ、このポケモン GO は、まあ、僕もゲームやらないんでよく分かんないですけど、うん、基本的にはインバウンドと同じでね、大ブームだと思うんですよ。もっと短期的な、インバウンドは1年ぐらい続きましたけど、うん、でものすごい短期的になってます。マクドナルドについて言えば、まあ、いろんな問題があってね、うん、まあ、食品になんか混入したとかありましたね。ありましたね、はい、で僕は思うけども、あれ自体はね、まあ、決していいことじゃないですよ、うん、でも世間一般上場企業でもたくさんあることなんですね、うん、で彼マクドナルドが間違ったのは対処の方法を間違ったと、うん、ですから、まあ、経営陣を含めてね、うん、で心あるその従業員がたくさん残ってるとすれば、今の経営陣では厳しいと思いますね。やはり対応を間違った経営陣というのは、うん、やはり厳しく言えば退陣しないと信頼は戻らないですね。なるほど。結構この株ってこのポケモンのこの最近の動き抜けばね、結構この業績がどうあろうがね、その